スペニスンのブリタン男爵レオン・ブリタンはイギリスの政治家、保守党の庶民議員及び法廷弁護士、欧州委員会委員も務めた。彼はマーガレット・サッチャーの下で内務大臣を含むいくつかの閣僚を務めた。レオン・ブリタンはロンドンの医師、ジョセフ・ブリタンとレベッカ夫妻の間に生まれる。両親はリトアニア・ユダヤ人の系譜であった。ブリタンは ハーバーダッシャー中高校からケンブリッジ大学トリニティカレッジに進学し、ケンブリッジではユニオンの代表となり、ケンブリッジ大学保守協会の議長も務めた。経済ジャーナリストのサミュエル・ブリタンは彼の兄である。保守党元議員のマルコム・ムリフ・キンドと音楽プロデューサーのマーク・ロンソンはいとこである。1966年と1970年の選挙に、 ケンジントンノース選挙区から出馬、落選した後、ブリタンは1974年2月の選挙に、クリーブランドホイットビー選挙区から当選し、1976年に野党スポークスマンとなった。1978年に直選弁護士となる。1978年から81年にかけて、内務省の閣外大臣を務め、その後財務省主席政務官となった。 当時最年少の閣僚であった。彼は彼らが好むと好まざるにもかかわらず社会保障、健康、教育への支出はカットされなければならない、と内閣の同僚に警告した。1983年の選挙でブリタンはリッチモンド選挙区から選出された。選挙後、彼は内務大臣に昇進した。ウィンストン・チャーチル以来の最年少閣僚であった。 イギリス鉱山労働者ストライキの間、ブリタンは全国単行労働者組合の指導部に対する強力な批判者であった。彼はフライングピケットで暴力を組織したとして訴え、それらを凶悪犯と表現した。ストライキの敗北における一つの要因は地方警察の中心影響力であった。ストライキが始まるとブリタンはすぐにニュースコットランドヤードにナショナルレポーティングセンターを 設立し、情報と警官の供給を調整した。サッチャー政府は、鉱山労働者のストライキに対して慎重に計画を立てた。そして、ホワイトホールの委員会は、長い論争に備えて1981年以降、秘密裏に会合を行っていた。1984年、ロンドンのリビア大使館前で行われた抗議活動の際に生じた。 イボンヌ・フレッチャー殺害事件で、サッチャー首相とジェフリー・ハウ外務大臣が不在のため、ブリタンは政府の危機管理委員会を率いた。2014年1月、政府の秘密文書が国立公文書館から公表され、イギリス当局者は、リビア側から2度、リビア大使館への抗議が暴力的になるだろうと警告されていたことが明らかにされた。それは、 フレッチャー巡査が殺害される数時間前のことであった。1985年9月、ブリタンは貿易産業大臣に指名された。ジョナサン・エイト県によると、彼の降格は、サッチャー首相がブリタンはテレビでメッセージをわからせていないと感じたからというものであった。サッチャーは回顧録で、ブリタンについて、誰もが彼のテレビでの態度について不満を言いました。 それはよそよそしく不快に思われた。と書き表している。ブリタンは貧しいコミュニケーターとして、そして BBC の北アイルランド問題を扱った、リアルライブズシリーズ、AT 在ジオブザ・ユニオンでの抑制した役割のために避難された。ブリタンは番組の放送が国益に反すると声明し、1985年8月に放送のキャンセルを求めて、 BBC 会長のスチュアートヤンブに書簡を送った。BBC の理事会は緊急会議を召集し、ドキュメンタリーの放映中止を決定した。これが原因で、BBC の経営陣と制作陣の間で論争が、生じ、BBC の亀裂につながった。また、数百名ものテレビ、ラジオ局員が、政府の検閲に抗議して1日ストライキを行った。 ブリタンは1986年1月にウエストランド事件の責任を取って貿易産業大臣を辞任した。ブリタンの妻、ダイアナ、スペニス王のブリタン夫人は2004年の女王誕生日の叙勲で公共奉仕と事前事業のため大英帝国勲章を受賞した。ブリタンは癌を患いしばらく闘病した後、2015年1月21日にロンドンの自宅で死去した。 75歳であった。彼には二人のママ娘がいた。ありがとうございます。